皆さんこんにちは、亀ちゃんです。今日もね、雨嵐キャンプ場に来ています。久しぶりに一人で来てますね。なんか何も特に予定もなく、ダラダラと今日は過ごしていこうかなと思います。今日なんかちょっと風が強くってちょっと風の音入っちゃってうるさいかもしれないんですけど、まあちょっと我慢してください。ちなみに今ね、もう5時半なんですよ。結構ね、もう夕方やよね。毎回これどこまで入れればいいかわからないっていうね。早速つけちゃうと。いいよね、やっぱりランタンの光はいいね。最近ハマっておりますよ。風強いな、大丈夫か。よいしょ。なんか特に何の目的もなくキャンプ場に来るのなんか久しぶりな気がしますね。あれ、大体いつもね、テーマを決め、テーマというか何ていうのかな、キャンプ場紹介を兼ねた動画とかね、多かったんですけど、今日は全く何にもないです何の目的もないです。で、風も強いから焚き火するかどうかも分かんないです。一応薪は持ってきたんですけど、パワシニコなんかね、ついたと思ったら原型とどめたまま消えちゃったことがあるんで割と入念に火つけてますね。これ大丈夫や。よし、今日はちょっとね、ガーリーなやつ持ってきましたね。氷結のピーチですね最近なんかストロングばっか飲んでると、あれ速攻でやられるじゃないですか。あれ強いから 9% とかね、 6% とかちょっとわかんないですけど、お酒を楽しむ前にやられちゃうので。でね、グローラーいいなと思ったんですけど、このサーモスの水筒を持ってきました。これで氷をね、いただくと。ではね、今日はダラダラキャンプなんですけど、いつも通りね、皆さんのご多幸と癒す境に乾杯。今日はね、まあ曇りなんで夕焼けもそんなに綺麗じゃないと、立山連峰も見えず、海も波があって泳げずという感じなんですけれども、まったりやってます。天気予報見てみようかな。今日ずっと晴れると思ってきたんやけどな。今が一番強いかな。秒速3m、 3m の風じゃちょっと強いよね。まあこれ以上は強くならないみたいなんで、まあ、大丈夫かな。まあ風吹く前にタープ張っちゃったんで、まあ結構補強はしたんですけどね。あ、でも涼しくていいわ。 あんまり暑いとね、大変やけど、まあ、風防持ってこなかったんで、こういうボックスとかをね、風よけにしてご飯作っていこうと思います。現在絶賛シーズニング中の鉄板ですね。さすがにこればっかり使っとったら減ってきたね。あ、まだあるけど、そろそろなくなりそう。なんかCB 缶から OD 缶に詰め替えるアタッチメントがあるらしいんですけど、あれってどうなんですかね。まあなんか自己責任的な感じらしいんですけど、使ってる方おられますか。もし使えるんならあれで補充してもいいのかなとか思ってるんですけど、ランニングコストがね、やっぱ全然違うから、それでいいんならそれにしたいなとは思ってますけどね。で、今日はですね、イカ持ってきました。なんか安く売ってたんで、イカの生姜漬け、もういい匂いするもんね。本日のハイライトです。あ、うまそうやん。いいね、うまそうじゃん。テフロンじゃないから上で切っても大丈夫やん。ほほー、いいやん。
おぉ、いいね。うん。がぜん、テンション上がってきたけど。ああ、いいね。ああ、いいね。いただきます。うん。うん。うまい。うまい。で次、もつですね。これは開け方を間違えると大変なことになってしまいそうだけど、なんかどこかでも見た光景やな。いやまさかのね、風が強いんでバーナーの火が不安定になっちゃうんで、あとガスの容量があと少ないんで消えちゃうと困るんで幕内ね、ちょっと閉めて、もつを炒めてるというか茹でてる絵ですねこれ結構熱いですねこれいやもう本当に無計画に来るとろくなことがないよね。だいぶなんかもつ縮んだけど溶けたんかな。え、めっちゃちっちゃくない。あ、めっちゃうめえ、めっちゃうまいけど溶けてったよ。あんなでかかったに。うまいうまいうまいわ。まあ、火取ったらこっちのもんやんじゃね。もつにね、焼きそばを合わせると絶対うまいね クーラーボックスの中でこう取ったんやないやー今日はダメダメやな。だいぶジャンキーなんですけどまあ野菜がないのがね、まあ、たまに傷なんですけど、これもあれですよ、あのもつのカロリーを焼きそばが吸ってくれるんでカロリーゼロになるんですよほんまかよっていう話なんですけど、あそろそろいいかな。本日の2品目はですね、ジャンキーなもつ焼きそばです。これ本当味付けもつに突っ込むだけなんでだいたいお味は想像つくと思うんですけど、うん炭深い炭深い味が。まあ、もつ炒めとね、あの焼きそばぶっ込んだやつ食べたんですけど、あの結構きつかったですねめちゃくちゃ脂っこくって、もうすげえ脂っこくて思いつきで作ってみたんですけど、あれはちょっとなしですね最初は美味しいんですけど、もう食べ進めるうちにだいぶ脂っこくて気持ち悪くなってくるんで、まあ、あの必死こいで食べたんですけど、あんまりおすすめしませんまあたまにはね、あの失敗作もあってもいいかなと思うんですけど、まあ、もつ炒めはもつ炒めで、焼きそばはちゃんとした焼きそばで食べた方が美味しいと思います。皆さん気をつけてください。おはようございます。いやー今日はさすがにいい天気やろうな。昨日の夜ね、結構ね、猫がね、テントの中に入ってきて、ゴミ袋を取ろうとしてね、何回か格闘してたんですけど。いや、金曜のね、昼間から来てたんで、いい場所取れましたけどね、やっぱ、土曜の朝からね、場所取りの人多いですよね。かというとね、今日はね昼間のデイキャンの方がメインになるような感じですね。昨日あの脂っこいもつ炒め食って早々に寝ちゃったんで、まあ、いいよね。ほとんどないけど大丈夫か。多分これが最後だな。あ、消えた消えた消えちゃいましたね。ギリダメやったな。まさかのガス切れでしたね。割れっかな。結構硬そうなんやけどこれ。ちなみに今8時です。
朝飯食いたかったんやけどな、すぐ。ガス予備持ってきた方がいいですね、やっぱり。ほっとそうですね。前回もね、焚き火台忘れてね、これに助けられてるんで、なんか一応持ってきといた方がいいよね。今回ガスなくなっちゃってこれ使うから、まあ、そんなにかさばらんし、持ってこれるなら持ってきた方がいいかなっていう感じのアイテムですね、僕の中では。まあ砂なんで直でやりますけど。で、早く飯を食いたいのにティンダーウッドを使っちゃうという愚行に出ると。やっぱ面白いよね。まあそれだけまあ余裕が出たってことかなと思ってるんですけどね。余裕なかったら絶対こんなことしないよね。もう尻拭き紙でちゃちゃっとやっちゃうんですけど。フェザーをね、あんまり作ってなくって、次に続かなかったんでフェザーをいろいろいっぱい作ってみました。これでいけるやろ、多分。お腹が減ったんで尻拭きが見つかりますまだまだやね。やっぱ晴天時のね、尻拭き紙に勝てるものはないよね言い訳ですけどいやでももっと練習したいな。大丈夫、熱いんだ。いただきます。余ってもそこまででもないよね、まあ、結構焦げついたけど、まあ、食えなくもないよ。足捨てちゃったんでトングで食べると。めっちゃうまそうやけど、自分で作った中で一番豪華な朝飯を食べている。よし、いただきまーす。うん、うまい。いただきます。うん、最高だ。うまっ。で、雨原市浄水地場があって、まあ、水場があって、まあ、自由に使えるんですけど、うん、なんかやっぱり夏になってから明らかに民度が下がった感じしますねまあちょっとその笑い事じゃないんですけど、こういうのって残飯残ったままね、洗ったら詰まるに決まってるじゃないですか、でめちゃくちゃ詰まってるんですよ、うん、ちょっとバカなんじゃないかなと思っちゃいますよね、せめて洗うんならね、固形物がないようにね、せめて家でねやらないことをね、公共の
季節でねやらない方がいいんじゃないかなと思いますよね。家の洗面所で残飯あるまま流しますかって言ったら 流さないでしょだって嫌じゃないですか。怒られますよね。まあそのネットしてるんならまだいいかもしれないですけど、せめて拭いてからね流した方がいいんじゃないかなと思います。こういう時ね、アルストなら楽なんかもしれんけどね。めっちゃ半券の曲が困るぜ半券の曲を流されると YouTuber はすごい困るんで、もし嫌な YouTuber が、隣でキャンプしてたら、あの半券のある曲を流しまくってください。そしたらあの撮影できないんでというのもあれなんですよ、あの半券のある曲流れてると広告載せられないんですよ。本当にね、ムカつく YouTuber がね、隣でキャンプしてもう大声で撮影してるとかになったら、あの半券の曲を流してみてくださいめちゃくちゃ困るんで僕を見かけてもあの半券の曲流さないでくださいね。本当にお願いしますね。あの死活問題なんでYouTuber の撃退方法はこれですよ。半券の曲を流すですよ。であのね、半券の曲流されてるとどうなるかっていうと、こんな風にね、音声を自分の声をかぶせてくか、あの細切れにするしかないんですよ。あのこの曲だってわからないように細切れにシーンをつないでいくしかないんですよね。だとね、なので今一生懸命喋ってるんですけど、声がねかぶってればね多分わかんないんでいいんですけど、あの Google ってすごい進んでて、あの AI でね、あのこの曲が何の曲で誰の半券ってすぐわかるんですよ。自動で判別するんですよ。あれ多分人間の作業じゃなくて、動画をアップロードしてる途中にね、あの判別するんですよ。で引っかかってたらね、やっぱ警告があって、この警告ってどうなるかっていうと、あの広告収入がね、その半券者に行くんですよ。もう何割か行くっていうことになっちゃうんで本当にね、あのあんまり大音量でね半券ある曲を流されると YouTuber は本当に困ります、まあ僕のね、あの超絶編集テクニックで細切れにするんでいいんですけど、でも分かんないんですよね。この音量でもフィルターがあって、あの一定以下の音量ならまああの許容されるっていうところがあるみたいなんですけど、あんまりねせっかく撮影したのに、ダメだったらやっぱり嫌なんで結構注意してますね。そのシーンをカットしたりっていうのは結構、神経使ってやってます。 YouTuber の裏話でした。